徳川吉勝。徳川吉勝は、日本の幕末から、明治初期にかけての大名、政治家。尾張藩十四代藩主。尾張徳川屋第十四代。第十七代当主。尾張藩師藩、五連氏であった、美濃高須藩主。松平義立の次男。弟に十五代藩主。徳川持長、藍津藩主。松平片森、桑名藩主。 松平、貞田明などがあり、吉勝を含めて高須四兄弟と併称される。維新後、持長と共に朝敵となった、片森、貞田明の除名に奔走した。明治十一年、1878年、この四兄弟は再会している。陽名は秀之助、元服後、高須松平家時代は、松平義女、松平義組を名乗る。大家相続後は、 将軍、徳川家義より、偏記の授与を受けて、はじめは、徳川義組、後、義勝と改名した。なお、本校ではすべて義勝に統一する。江戸四谷の高須藩邸に生まれる。母は、正室、正姫、徳川春都氏の娘で、徳川義信は、母方の重邸にあたる。終わり藩では、十代藩主、成友、十一代藩主、成春。 12代藩主、成高、13代藩主、吉継と4代続いて、将軍家周辺からの養子が続いた。また11代藩主、成春がその在世中に一度も大わりに入国せず、江戸暮らしをするなど、藩主の四季を地に落とすような出来事が続き、下級藩主を母体とする近鉄党などの養子反対派が、市藩の高須藩出身である吉勝の藩主継承を渇望していた。 義勝の擁立は12代13代と藩士に渇望されたが、いずれも将軍家からの養子が、尾張家を継ぐことになった。開営2年、1849年に、義継が死去すると、義勝の14代藩主就任が実現する。義勝は、藩祖、義直の異名である、王名によって模様されることを報じて、尊能上位を主張し、内政では、倹約政策を、 主とした、反省改革を行う。幕閣において、老中、安倍正宏の死後に大老となり、幕政を指揮していた、井井直介が、安政五年、1858年に、アメリカ合衆国と、日米修好通商条約を調印したため、吉勝は、水戸徳川家の徳川成明と共に、江戸城へ、富士途上するなどして、直介に抗議した。これがし、が、 反対派に対する弾圧である安政の大国を始めると隠居禁止を命じられ、弟の持長が15代藩主となる。この頃から欧米から伝来した写真術に興味を持ち、写真を撮影している。当然ながら、当時は全てのプロセスを自分で行わなければならなかった。撮影した写真の中には、明治3年。 1870年に取り壊された名古屋城二の丸五殿、幕末の広島城下、江戸の終わり藩下屋敷などの写真が先天点近く残されており、歴史的資料価値の高い写真も数多い。安政7年、1860年に、井伊直介が桜田門外の変で暗殺されると、文久2年、1862年に失海後幾元のみとなった。 その年に上落し、将軍、徳川家持の補佐を命じられる。文久三年、1863年、持長が隠居し、実施のもと地を、吉則が16代藩主となったため、その貢献として、尾張藩の実権を握る。その後、吉勝はたびたび上落するが、その京都では、文久三年、1863年に、 アイズ藩と薩摩藩が決託したクーデターである8月18日の政変が起こり、刑から長州藩及び尊攘派の苦行らが放された。翌元時元年、1864年に吉勝は、夕藩の最高権力者からなるサムアズ会議への参加を命じられるが辞退した。その年、池田屋事件が発生し、これに憤慨した長州藩が、 京都の軍事的脱退を図るため、金門の変、はまぐり五門の変を引き起こす。しかし、これに失敗して、長州藩は、朝敵となり、幕府が、長州征伐、第一次長州政党を行うこととなる。政党軍総督には、はじめ紀州藩主、徳川持継が任じられたが、義勝に変更され、義勝は、薩摩藩士、西郷吉之助を第三方として出征した。この長州伐では、 長州藩が強順したため、吉勝は寛大な措置を取って経営が移転した。しかしその後、長州藩は再び勤労派が主導権を握ったため、第二次長州政党が決定する。吉勝は再生に反対し、持長の成長総督就任を拒否させ、上落して御所経営の任についた。長州藩は秘密裏に、薩摩藩と同盟を結んでおり、薩長同盟へ、幕府軍を、 半会の各地で破った。慶応3年10月14日、1867年11月9日には、土佐藩の勧めで15代将軍、徳川義信によって、大政奉還が行われた。義勝は上落して、新政府の議定に任せられ、12月9日、1868年1月3日の正午初会議において、義信に、 時間のうちを再告することが決定。吉勝が通告役となる。翌慶応四年に月三日、一月二十七日に、京都で旧幕府軍と薩摩藩、長州藩の兵が衝突して、とは、伏見の戦いが起こり、吉信は軍艦で大阪から江戸へ逃亡した後、禁止する。吉勝は新政府を代表して、大阪城を受け取る。その内終わり藩内で、 朝廷派と砂漠派の対立が激化したとの知らせを受け、1月20日、2月13日に、尾張へ戻って、砂漠派を弾圧する、青松葉事件。そして、尾張から江戸までの間の不大審判を含む大名や、自社仏閣に至るまで死者を送って、新政府側につくよう説得し、500近くの制約書、勤労誘引書類を取り付ける。これにより、慶応年月日に、 京都を出発した新政府軍は大きな抵抗に遭うこともなく、約1月ほどで江戸に到着した。その後一橋家当主となっていた持長に手紙を送り片森、貞り、の除名嘆願に当たらせた。うる4月21日、6月11日に議定を免ぜられ、その後政界に立つことはなくなった。明治8年、1875年。 吉典の病死を受けて、当主を再唱した。明治11年、1878年から始まった、旧終わり藩市による北海道薬務町の開拓も、指導した。明治13年、1880年家督を、養子の儀礼に譲り隠居した。明治16年、1883年に、死去、去年60。他養子、楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。